井岡一人、中谷淳人と対戦指令、WBO が両陣営に文書、井岡陣営、交渉次第、近く中谷陣営と話し合いへ。プロボクシングの WBO は9日、日本時間10日、WBO 世界スーパーフライ級王者の井岡一人、33、イコール姿勢イコールと同級1位、中谷淳人、25、イコール MT イコールの両陣営に、対戦に向けた交渉開始を指令した。選手権委員会のルイス・バティスタ・サラス委員長が両陣営に宛てた指令文書が公開され、30日以内に合意に達しなければ最低落札額10万ドル、約1310万円で入札となる。井岡は昨年12月31日に WBA 王者のジョシュア・フランコ、米国と対戦しドロー、対戦を希望してきた WBC 王者のフアン・フランシスコ・エストラーダ、メキシコが見つめる前で王座統一こそ逃したものの、6度目の防衛に成功した。WBO は統一戦の勝者に中谷との180日以内の試合を義務付けていたが、統一とならなかったことで改めて井岡に指名試合を課した。姿勢ジムの二宮雄介マネジャーは、WBO の指令は受け取りました。中谷選手の陣営と近く話し合いたいと明かした。その上で、大前提は防衛することだが、他に色々と考えていることがある。井岡はエストラーダとの対戦希望を口にしているが、それも含めて交渉次第と話すにとどめた。中谷は世界2階級制覇を目指し、2度防衛した WBO 世界フライ級王座を昨年10月に返上。年末の試合も観戦し、井岡選手と対戦するには集中力がいるとイメージを膨らませ、今月2日にスーパーフライ